診断士の仕事をしていてきつい、しんどい、苦手だと思う業務はありますか？診断士の仕事の中で、診断士の仕事の中では特にいないけど、普通の平時の仕事、そっちか。本業の方ではまあ、そっちの経費精算とか。領収書、領収書出し忘れちゃうとか。そういうタイプですね。確かに、私もそういうタイプ。だから、あの、診断士の仕事は自分で選べるので、そういうものは、あの、引き受けないし、頼まれもなんもしないから、あんまり、ね、苦手なものを頼まれることは少ない、うんうん、私もないかも、うん、自で、それがメリットですよね、うん、なんか普通に仕事引き受けすぎてシンプルにきついと、時間的体力的にきついのはあるけど、うん、まあ自己責任かな、うん、そこは、うん、結構、うん、あのでも本当きついしんどい苦手だなってものは引き受けないという選択肢があるんで、うん、大丈夫です。先生もうなずいて、うんうん、そうねそうね、好きなことやりましょう、うん、そうそう、でしかもそういう時になんか自分が苦手なものを絶対やってくれる人ってこういる、診断士とかじゃなくても周りの人にいるから、うん、なんか助け合っていく関係性を作っておくと、めっちゃ逆に客の時に頼んでもらえるとかあるかな、うん、良いのではないでしょうか、うん、思います。はい、行政書士の資格を持ってます。行政書士はダブルライセンスにすることで仕事の幅が広がる、うん、ということなんですけれども、どういう、中小企業診断士の資格を取得した場合、どのようなメリットがあるのか、具体的に知ることができる動画を見たいです。あ、動画を見たいです。なるほど。じゃあ、これが診断士の資格の取得のメリットを、は何でしょうという動画を出しましょうというリクエストですね。かな、はい。わかりました。まあ、行政書士はあの YouTube やってる北村先生が確か行政書士も撮っていたので、去年まだ多分活動はしてないのかな。多分その動画で出しておさまで、うん、メリットとか話していらっしゃるんじゃないでしょうか、確か。うん、なんかそれでも確かに多いかもしれない、行政書士、ダブルライセンスとか。そうなんだ。まあ、じゃあ多分行政書士持ってる人に聞いた方がいいと思います。はい。IT エンジニアと中小企業診断士を掛け合わせしたキャリアの展望について事例があれば教えてください。展望について事例、聞いたことあることとか、聞いたことあるベースだと最初にコンサルで入っていて、そこで問題を発見して自分で開発を今頑張ろうとしてるみたいな話を聞いたことがありますけれども、うん、どうなんですか。でも、まあ、DX 的なところに課題がある会社さんっていうのは非常にたくさんいるというか、うん、ほとんどの会社がそうだと思うので、でエンジニアさんって割とこう何でしょうね、会社全体を俯瞰してっていうところを着目するの苦手な方も多いので、うん、IT エンジニアで中小企業診断士持ってて、そういう、ね、俯瞰的な目線で物事を見れる人っていうのはすごく貴重かなとは思いますね、うん、一緒に仕事したい。今システム開発2件案件やってて、でもエンジニアの人とはやってるけど、やっぱり診断士とエンジニアの人っていなくて、うん、まあ、両方の話がちゃんとねそこでスムーズに通じるとかってすごい貴重だと思うし、すごい貴重、うん、やっぱそのシステム開発系って意外と診断士需要あるから、うん、そこでエンジニア目線の人いるとすごくいいんじゃないかなと思います、うんうんね、しかも多分エンジニアだったらエンジニアの知り合いも多いと思うので、うん、自分が手を動かさなくてもお客さん側と話して、うん、そういう人たちに開発してもらってこう PM みたいな感じで入ってみたいな感じするとすごい価格が高いと思いますね。めっちゃあるということです。需要はめっちゃあると思います。ありますよ。エンジニアさんとの会話の架け橋してくれる人もマジ貴重。そう、本当にそう、マジ貴重、うん、ということですね、うん、はい、あとはじゃあちょっと いくつか一気にいきます、はい、コンサル支援をするお客様はどれぐらいの企業規模が多いでしょうか。支援する業界に偏りがありますか。どうですか。バラバラだな。人数規模とか業界、業界はバラバラだけど、うん、まあ、人数は10人から50人が多い、うん、中小企業、まさに中小企業、うん、ですね、うん、私個人事業主もいれば、あ、そういる、もう1000人規模の会社もあるって感じになっちゃってますね、うん、結構全部バラバラだな、うん、バラバラですね。私もバラバラですね。本当に個人のお手伝いレベルのことでもあれば、うん、結構大きい会社もあるのでバラバラじゃないでしょうか、うん、はい、お三方が思う中小企業、いい中小企業診断士にはどのような能力があると思いますか。コミュニケーション能力いい中小企業何です、いい
中小企業診断士いい中小、まあ、独占業務がないとなんか定義化しづらいな。能力でもあれじゃない、あの、うん、ヒアリングとかして、うん、こう社長さんがいろいろバーって言ってくるのを、うん、なんかあのこの人これが言いたいんだなってこう噛み砕ける能力みたいな、うん、とか。そうですね、人の話が聞ける人がいいかなと思います。いい壁打ち相手になれる人は、うん、なんか経営者にとってもよくなんか好かれるって聞くようなイメージが。そう、なんかイメージとかで話されたのを、あ、これってこういうこととかどうですかってこう具体的にまとめれる人とか、うん、そういうのかな。難しいな。はい、こんな回答でいいんでしょうか。相手がこんな。すいません。複数の顧客案件を管理する上での便利ツールで工夫されている点はありますか。複数の顧客案件を抱えている先生なんかありますか。そんな、なんかしっかりとは、うん、リストパートはしてないですよ。してないです。意外、うんうん、結構そのやり取りとかも割と LINE とかメッセンジャーとかでちょっとやり取りとかするんで、そんなに困ることは、あの仕事用の営業用の携帯スマホを持ってるんで、そこで全部管理してます。2代目のスマホでやってるから。いや、なんか私のスラックチャットワーク、うん、メッセンジャー、うん、ツール多すぎ問題。そう、私もそれも辛い辛い辛い。だんだん慣れてきた。マジで初期は見落としがすごい多かった。通知とかもこれ設定あれ通知来てこないんだけどみたいな。だって私たち死ぬほどフェイスブック見落としましたよ、ね。死ぬほどフェイスブック、死ぬほどフェイスブック見落とし組。本当申し訳ない。多分視聴者の方に一緒のご迷惑かけた方いると思うんですけど、本当にその方、申し訳ございません。そうなんだ。今はちゃんと通知が来るようになってる。私もです。メッセンジャー見るようになりました。マジね、なぜか診断士ってフェイスブックめっちゃ使うんですよ。使う。多い多い。見る習慣なかった。使わないから、20代。使わんね。マジで。久しぶりに開いた。久しぶりに開いた。うん、からフェイスブック経験がない人で、うん、診断士になる人はフェイスブックの使い方を学びましょう。気をつけた方がいい。見落とすから。本当それ。そうですね。はい、いよいよじゃあ最後の質問でございます。はい、はい、今年無事合格できました。おめでとうございます。おめでとうございます。あ、生ハムさんコメントも、おノートにコメントもくれて、ね、診断士ラボの動画で癒されました。本当にありがとうございます。とんでもございません。皆さんがどんな診断士を目指していらっしゃるのか聞いてみたいです。真面目に熱いお話をぜひ聞ければ嬉しいです。後日試験動画見て頑張ります。頑張ってください。どんな診断士を目指していらっしゃるんですか。どんな診断士を、全然回答考えなかった。どんな診断士、どんな診断士。おもろい、おもろい診断士。どうしよう、どんな診断士。みんなふんわりとしたビジョンで生きてるので、私は基本的に結構ざっくりした感じにはなるんだけど、やっぱり診断士ってこう自分が教会入ってるっていうのもあるんだけど、こう40代とかそれぐらいの人が多いから、まあ、そこにやっぱり20代とかがどんどん入り込んでいって、こう自分たちと同世代とかそれ以下の世代が馴染みがあるじゃないけど、なんだろう、まあ、そういった人たちが活躍できるようにこうどんどん入り込んでいって、何したらいいの。活性化。そう、活性化させたいなって思ってます。以上私はね、どんな診断士っていうところでちょっと離れるかもしれないんですけど、個人事業主の時にあの名前をリーマコンサルティングっていう名前にして、それがリーエンジニアリング営業マーケティングっていう意味でつけたんですね。私、中小企業の課題のほとんどはもう安定的な売り上げを作ることで解決に近づくっていうふうに思っていて、ここがもうどの会社でも一番大変かつもう安定させなきゃいけないとか、細かい施策、細かい従業員のモチベーション管理とかそういう話じゃなくて、やっぱ安定的なお金があって、売り上げがあってこそ、あの従業員も幸せだし雇用者も幸せだし、あの雇い主も社長も幸せだしっていうふうになるかなと思ってるんで、まあ、あの営業とマーケティングの力で売り上げを作っていくっていうことをしっかり実現できる診断士になりたいなというふうに思ってます。
まあ、私そもそもそんなに診断士活動っていう診断士活動してるわけでもなく、診断士になってどうなりたいっていうのがなかったので、正直あんまりないです。逆に言えばそこにあんまりこだわらずに今まで通り自由に行きたいなっていうところと、あとはまあ今副業なので副業のまま行きたいんですけど、副業でどこまでやれるのかっていう、副業でこんなゴリゴリ顔出して YouTube やってる人ってあんまりいないと思うので、だからまあガンガンあの副業やったりとか、いろんなことやっているので、まあ、そのまま両立しつつ両方のメリットをやりながら、なんかそこまでできるんだみたいなことをやっていきたいなっていうふうに思っております。副業の限界にチャレンジ。そうそうそう。うん、副業。確かに。それやって平均ぐらいだと考えようかなって何するの？思ってます。はい。怒られない程度に、まあ、怒られないと思うんですけど頑張ります、うん、皆さん質問していただいてありがとうございました。ありがとうございました。先生も本日はお忙しい中お邪魔しました。すいません。はい、ということで、今日はですね、皆さんの質問に答えさせていただきました。何か参考になったことがあったら嬉しいです。また定期的にやっていきたいなというふうに思います。で、コメントしてもらったのちょっと私たち返信が若干遅めで申し訳ないですが、頑張って答えていくので、コメントとかでも質問いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では面白いなと思ったら、グッドボタンとコメントですね。あとチャンネル登録もお願いいたします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。